おはようございます。7月7日木曜日の東京インフォメーションです。東京都は小中学生向けの起業家教育体験イベントの参加者を募集しています。起業家教育はこれからの時代を生きていくため必要な力の育成のために、起業家精神と起業家的資質、能力を育成するための教育事業です。対象は都内在住、在学の小学4年生から中学3年生で、定員は各回抽選で20人、参加費は無料です。小学生向けが来月27日土曜日と9月18日日曜日、中学生向けが来月28日日曜日と9月19日月曜日の祝日で、いずれも午前10時から午後6時までオンラインによる開催です。自宅での参加が難しい場合には、8月は文京区にある角川スキー総合研究所に、9月は立川市にあるスタートアップハブ東京多摩に設けられる会場で参加することができます。参加を希望する人は各イベント開催日の3週間前までに専用ホームページの応募フォームからお申し込みください。都は職人塾の入塾者を募集しています。職人塾は高度な技能を持つ職人が活躍している現場の見学や職場体験を通してものづくりの魅力を知ってもらい、ものづくりの世界に飛び込む参考となることを目的としています。対象は34歳以下で、現在仕事に就いていない人や臨時的な仕事に就いている人などです。オンライン見学会は今月28日木曜日から12月1日木曜日までの全8回で、各回職種が変わり、定員は各回先着10人程度です。職場体験実習は今月から来年2月までの期間内におおむね1ヶ月で10日程度行われます。定員は年間で30人程度です。オンライン見学会、職場体験実習ともに参加費は無料ですが、事前にオンラインで開催される概要説明会への参加が必要です。概要説明会への参加申し込みは E メールで行ってください。申し込みの受付開始は今日この後午前9時です。詳しくは東京都職業能力開発協会のホームページをご覧ください。都は東北3県、福島、宮城、岩手の美味しいものなどを集めたふるさと市を開催します。このふるさと市は東日本大震災や原発事故などで被害を受けた福島県の復興を願い展開している福島東京キャンペーンの一環として開催してきた福島産直市に、今年度から岩手県、宮城県を加えた産直市です。各県ごとに旬の農産物や地酒、銘菓などの名産品の販売のほか、観光 PR、専用ゴーグルを着用した360度 VR 体験などが行われます。開催は福島産直市が明日8日金曜日から10日日曜日まで、宮城産直市が11日月曜日と12日火曜日、岩手産直市が13日水曜日と14日木曜日です。時間はいずれも午前11時から午後7時までですが、売り切れ次第終了です。会場はすべて東京メトロ銀座駅の B2 出入口付近です。東京都では都民・事業者の皆さんに向けて、この夏の節電アクション HTT を呼びかけています。ポイントは電力を減らす H、 電力を作る T、 電力を貯める T です。事業者向けには東京クールビズ、脱炭素経営で選ばれる企業へ、事業所や工場などの屋上スペースへの太陽光発電の設置や再エネ電気の活用などを呼びかけています。
節電は熱中症などに注意して取り組みましょう。ここまで東京インフォメーションでした。